えー、来ました。弓のオーエルさん。2年、20歳、男。ね、うんえ。ちょっとここすいません。あの、読み上げさせていただきたいと思います。無職は勝ち組。この言葉を聞いて民衆はどう思うだろうか。働かない時点で負け組だ。とか、底辺の文在に何を言う。その程度であろう。私は無職として、この愚鈍かつ浅ましい考えに真っ向から否定してみせよう。否定するに足る理由は大きく2つある。 一つ目は、資本主義であるがゆえに、無職は勝ち組ということだ。他の有名な経済主義者であるマルクス氏の本である資本論では、資本主義社会をこう解いている。資本主義社会の中において、人や金に働かせる資本家と、労働力を商品として資本家に売るしかない労働者の二つに分けられる。 この論理からすれば、一般的に勝ち組とされる医者、弁護士、官僚と、これら全ては労働力を商品としている負け組へと成り下がる。しかし、無職はどうだろう 国民に働かせる生活保護受給者、親に働かせるニート、金に働かせる投資家等、すべて人や金に働かせているのだ。おお、なんということだ。資本主義社とはあ資金、資本主義社会とは、無職は資本家階級であり、勝ち組ということになる。二つ目は、無職はタルを知っているということだ。これを読んでいるあなたは、タルを知る者はトムという言葉を知っているだろうか。タルを知る者はトムは、 古代中国の書士老子の第33章に収められている言葉だ。この言葉が意味するのは、満足することを知っている人は、たとえ貧しい状況にあっても、精神的には豊かであるということである。これを踏まえ、労働者と無職を場合分けして考えてみる。 労働者は、競争社会に生きなければならない。それにより、人より良い給料、人より良いポスト、人より良いもの、人より良い女等、次から次へと欲しいものが出てきてしまうのだ。競争社会に生きる限り、樽るを知るということがなく、もっと、まだ足りたい、さらに上にと、再現なく欲してしまうのだ。このように、労働者は永遠の活望の中生きている。 これを苦痛や心の貧しさと言わずして何と言うのだろうか。しかし、無職にもあ、無職には競争という概念すらない。それにより人と比べることがなく、再現なく欲することもない。樽を知っているのである。これにより労働者が直面する苦痛や心の貧しさは無職には一切ない。ただ、存在するのは現状に対する満足と心の豊かさである。 まさに、樽を知る者は富むのである。いかがだっただろうかここまで無職は負け組という考えを否定してきたが、皆はご理解いただけただろうか理解できなかった人は、そのまま労働者として我々に貢ぎ続けていてほしい。それもまた一つの生き方だ。だが、私の考えを理解できた人は、すぐさま仕事を辞めて、無職という名の特権階級に来てほしい。私は上で待っている。<laughs> 以上です。 <laughs> な,な,なんだろうね、あのあの論理的には確かに技術するからさ、いいんだけどさ、なんかそんなに頑張って自分を上げなくてもよくね、なんかやっぱ、どっか嫌なことあんの、無職しててって思うよね。<laughs> いやー、久しぶりにいい文章だなと思いました。確かにね、面白いよね。うん、なんだろうね、なんかほらあの、ある種のさ、能力はあるわけじゃ、二十歳でこれ、ね、だよって。うん いや未。未成年から毛が生えたぐらいのわけそう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 。書けたかってこの文章。二十歳の時に。うん、最後の文章すごいよ。私は上で待っているだよ。 二十歳の無職がね。<laughs> そうそうそうそ。う <laughs> いや、だ普通に道歩いててさ、警官にさ、おいって言われて、お前仕事どうにってんだ無職でって時、うん、上で待ってるからね。そう,そうそうそう。早くみんなもこのステージ上がってこいよ、と。でもなんかさ、まあ、時間かけて書いたほうがしないけどさ、さ、老子だったりマルクスだったりとか、一応さ、それっぽい教養あるわけじゃん。検索して探したんかもしんないけど。うんうんうん。た頭が悪いわけじゃないと思うんだけど。そうね。なんだろうね、このエネルギーは。いやー、 まあ、正直、僕は大好物です。はい。はい、あでもね、うん、本当勇敢階級ですよね。そうそうそう。なんで、ぜひぜひ、あの、貫いていきたい。あの、基本的にあの男もね、漢字の漢と書いて男ですからね。はい。はいはい、そこも含めて、なかなか二十歳としては素晴らしいなと思いました。で、でこういう人が、まあ、突然一発当てたりするんじゃないかなって思うんだよね。もう、ね、あの63、63番。私は上で待っている。<laughs> 貴族に勝ちとかねえだろみんな負けだよ <laughs> <laughs>